はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメッハー新誠チャンネルの誠です。いつもはコックコートを着て仙台市太白区富澤のアクロスプラザ富澤日産の中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしているんですがですね、ちょっとね、チーズキッチンの方のお店の方がですね、まあ、いろんな兼ね合いもありましてですね、ちょっと臨時休業が、増えているっていうのもありまして、どちらかというと、チーズケーキの大量調整の方がですね、メインになって、また別に、ワールドベイクドチーズケーキというチーズケーキ屋もやっておりまして、そちらの方のチーズケーキの、大量調整の方がちょっと忙しくなっておりまして、今もうちょっと T シャツですね、ポックコートじゃなくて T シャツを着て、こちらの方撮影しておりました。はい、今日はですね、ルミックス G100、とてもいいカメラなんですけれども1点だけですね、どうしても気になる部分がありまして、そこをですね、なんとか、まあ、手作りでですね、良くしていけないかと思いまして、こんなものを買ってきました。はい、なんでしょうねこれね。はい、こんな筒状になってますけどね。はい、こちらの方をですね、アイカップにしていきたいと思います。それではスタート。はい、ですね、ルミックスの G100 ずっと使ってきて、います。今バリバリんですね、今までは、カメラ撮影の方とかでもですね、アルファ7使って、ちょっとアルファ7今この手元にないんですけども、はい、手元にというかですね、まあ、ここにはないんですけれども、どちらかというと、私は、α7 を今まで持ち歩いていて、G100 の方はまだちょっと本調子でもないかなというふうに思ったので、動画撮影用にだけっていう形だったんですけども、最近はですね、ルミックス G100 もですね、をメインに、撮影の方も持ち歩いて、いろんな作例を撮って歩いているところなんですけれども、そこでですね、まあ、すごくいいんですよ。ルミックスかなり使いやすいってことが分かってきました。最初はね、ちょっと設定がいろいろあってね、こう設定を変えたりとかしてるうちにね、こうピンをね、マニュアルで合わせるときにですね、ピンがボケてしまったりとかですね、合ってなかったりとかっていうピンとのがずれてしまったとかっていうこともあったんですけれども、そういったものもかなり少なくなってきたんですが、どうしてもですね、アルファ7で私慣れてしまったのもありまして、EVF、ね、覗くの方ですね。EVF で写真を撮ってるんですけれども、ルミックス G100 のね、EVF、どうしてもね、どうしても、アルファ7と比べちゃうんであれなんですけれども、ちょっと見づらいんですね。はい。まあ、コンパクトに作ってるからってこともあるんですけれども、アイカップ、ここね、こう、つけるところね、の、浅いんですよ。深さが浅いっていうんですかね。深さが浅いんですよ。浅くて、私なんか全然まつげなんかね、長くないんですけど、このまつげがね、ちょっとぶつかるぐらい。で、ぶつかってね、ちょっとね、そうだな、こう、10枚も撮影してればね、なんかもうちょっと目がちょっと痛くなってくるような感じになるぐらい、アイカップがね、すごくね、浅いんですよ。なんともね、ただね、これアイカップ深くすればするほどね、とか大きくしたりとか、まあ目にぴったり合うようになって作っちゃうというか、買っちゃったりとかするとね、まあそれはそれで今度コンパクトじゃなくなったりとかして、っていうところではあるわけなんですけど、なので、なんとかね、新しく、こう、アイカップの深さをね、変えれる方法何かないかなと思って、まあ、純正品とかね、出てればいいんですけれども、海外のサイトとかもね、いろいろ探してみたんですよ。まあ、純正品でなくても、なんかこう、サードパーティー製のもので、何かもうすでに出てるのかな、これをスチールカメラとして撮影する際に、覗き穴がちょっとね、ちょっと浅いんだよねって思ってる人がね、私以外にもたくさんいるんじゃないかなと思ってたんですけれども、まあ、発売してすぐってこともあってか、まだ出てないんですよ。まあ、これから出るのかなーとかっても思うんですけどね。実際に G100 のね、アイカップの、純正でついてるアイカップのね、下からね、見てみるとね、ネジ穴がね、2つあるんですよ。ネジが、こう2つあるんですね。なので、多分そのネジ外せばね、カパッと外れて、外れたのと同じような形で少しね、深めのやつとかっていうのが出てきてもおかしくないかな、というふうには思ってたんですけども、
まだ先になるんじゃないかなというふうに思いまして、で、それで買ってきましたのがこちら。はい、スポンジカバーですね。はい、スポンジカバー。はい。どっちだ？こうかな。はい、スポンジカバー。はい。これ、何に使うかは全くわかりません。はい。こんな感じで穴開いてますね。はい。KOD2 さんっていう、まあ、なんと言ったらいいんですかね。ホームセンターでいいんですかね。はい。ホームセンターさんで売っていた、SGB の250。ちょっと今ね、ネットで検索とかね、ちょっとしてなかったんで、ちょっと、まあ、カメラ持ってってね、これだって思って買ってきて、で、それですごいいい感じだったっていうのもあるのでご紹介してたんですけども、どうですかね。あ、売ってますね。あ、ヨドバシカメラさんでも売ってますね。ヨドバシカメラさんでも売ってましたね、これ。あー、これはね、ちょっとリンク貼っておきます。ヨドバシカメラさんだと、まあ、取り寄せにはなりますけど、ヨドバシカメラさんって送料無料でしたよね、確かね。218円。私が買ったのよりも安いです。あー、まあ、これ、まあ、でもね、つけてみないとわからないからな。ちょっと、何にね、使うものなのかも、工具、安全クッションとだけ書いてありますけど、そうやって使われているスポンジカバーですね。はい。で、この大事なのは K なんですね。この K がちょうどよくぴったり合うんですよ。で、それで、まずもう切っちゃいました。はい、パカッとね、切っちゃいました、ここね。はい、片方切っちゃいました。これですね、もしね、あ、まあまあまあ、これです。大体ね、そうですね、私の目に合わせてるんで、あれですけど、大体2センチないぐらい、1.5 センチ、15ミリ、18ミリぐらい、18ミリぐらいで切ってます。はい。これね、人によると思うんで、15ミリぐらいでも私はいいのかなーと。まあ、とりあえず一回切ってみて、試してみないと分かんなかったんで、やってみたんですけれども、これをですね、この楕円のもの、この楕円のものをですね、アイカップ、現在実際にあるアイカップの周りにこうキュッキュッとこうはめるんですよ。ちょっと今ね、G100 で撮影してるんでお見せできないのが残念なんですけれども、それをはめてやるとですね、これがね、ちょうどぴったりここにあってね、それもね、これスポンジなんで柔らかいんですよ。こう、柔らかい、ふにゃふにゃしてるんですよ。ね。なんで、目に当たったっていうか、目の周りにね、当たった時も、すごく、こう、優しい感じになって、それでいて、ぐっとこう、押し付けるようにつけることも可能なので、そうすると光が周りから入ってこないですし、こう、EVF に集中できますし、何よりも EVF がすごく見やすくなる。ということもありまして、こちらの方、非常に G100 購入された方にはおすすめということでですね、こちらのスポンジカバーですね。はい。スポンジカバーの、SGB の-250 ですね。はい。直径が、どうなんだろう。これ多分、直径が 2.5 ってことなのかな？ちょっとわからないですけど。どうなんでしょう。ちょっと250の意味はちょっとわかりません。はい。なんですけども、もうね、これをつければ、もう、撮影、ピン合わせ、怖くないんですよ。これつけてからはね、ほとんどピンを外すことはなくなってですね。いやー、もうね、G100 がですね、もう、なんていうか、自分のこう体に馴染む感じ。ね、それをこう、繋いでくれる、この愛、か、カップっていいのかな？カバー、アイカバーって言ったらいいのか。アイカップ。はい。ね。自作のアイカップになるわけなんですけれども、これをね、つけてね、撮影してほしいな、皆さんにもと思ってご紹介しているところでした。はい。もう一つね、メリットがあって、たまにバッグの中とかに入れておくと、EVF 覗いてる時の EVF の横に、こう、EVF 自体のピントを合わせるところあるじゃないですか。あそこ触っちゃったりとかして、ずれたりとかして、撮ってる時も、あれなんか合ってないなみたいな、合ってないなと思ったら、あ、これずれてたかみたいな時ってたまにあると思うんですけど、あれもね、ちょうどね、これがハマってね、こうハマった時にね、それを隠してくれるんで、なかなかね、そこも触らなくて良くなるので、そこら辺の心配もなくなるっていうのが、まあ、
メリットの一つにもなりました。はい。実際ね、バッグにね、入れたり、ね、出したり、何回かね、出し入れしてみたんですけども、出し入れしてもね、ちゃんとね、ハマってる分ね、全然取れたりとかっていうことはなかったです。自分でこう外そうと思わない限り外れない。だからといって、G100 が傷ついたりとかすることもないというですね、さすがスポンジ。いいとこ取りという、いいとこずくめっていう風な感じになってました。実際にね、まだまだ長いので、これから見ればね、ね、もし万が一落としてなくしちゃったとしても、1個、2個、3個、4個、すごい取れます。はい。なので、ちょっとね、私はね、これ300円ちょっとぐらいで買ったんです。320円ぐらいで買ったんで、もう、なんだろう、ヨドバシカメラでもし取り寄せしたんだったらですよ。ヨドバシカメラさんで取り寄せしたんであれば、そうだな、これ全体で長さ的には22センチ、10個は取れるんじゃないですか？ね、多分ね、1、2、3、4、10個ぐらい取れますからね。そうすると1個につきアイカップ20円とか、そんなもん。いや、すごいですよね、そうすると。で、もしなくしちゃってもとか、もしき、いや、あれだったらね、自分の好きなサイズのやつをですね、いっぱい切っといて、なんか、ちょっとちっちゃめのジップロックみたいなものに入れてね、カメラバッグにしまっとけばね、もし万が一現地で、なくしたとかってなってもね、すぐにこれ取り替えられるっていうね、そういう優れものになっております。私はね、もうね、ハサミでカットしちゃったんで、あんまり綺麗なカット面じゃないんですけど、ね、ちょっと急いでカットしたんで、な、これもね、カッターとかでね、ちゃんとカットすればね、綺麗に、綺麗なカット面になるんじゃないかと思いますので、まあ、あとはね、安いもんですから、自分でね、ちょっとね、ちょきちょきやりながら整えてもいいと思いますし、いいんじゃないかな、というふうに思っております。で、一点だけですね、このアイカップにですね、弱点がありまして、で、その弱点がですね、今、まさに、G100 で撮ってるわけで、その G100 のね、横にね、バリアングルの液晶を出すわけなんですけれども、これつけてると、バリアングルの液晶が出せません。はい。バリアングルの液晶が、これつけてると出せないんですよ。はい。それだけです。はい。なので、バリアングルの液晶、撮影、まあ、普通でもカメラ撮影で、それも EVF で撮影する人が、途中でバリアングル出すっていうシーンってちょっとあるのかどうかちょっとどうなのかなってちょっと私もわかんないですけど、多分、ある方はあるんでしょうけど、でも、もし万が一そうだとしたら、外せばいいだけの話で。ただ、外すとね、なくしちゃいそうでね、私は結構怖いから、まあでも、まあ、なくしても、まあこんだけあればね、何個もね、作っとけばいいだけの話なんで、まあ、それほど問題になるわけではないかなと思いますけども、まあ、なんかね、ちょっとね、若干ね、なんて言ったらいいんだろう、貧乏臭いかなっていう、貧乏臭いって最近言うんですかね、なんかちょっとなんていうかね、ちょっと手作り感があるかなって思いますけど、ただね、これ黒いからね、つけててもね、そんなに違和感はないんですよ。違和感はないんです。なので、つけてみてですね、やってみていいかどうかチェックできるぐらいの値段じゃないですかね。200円ぐらいですからね。まあ、純正品出るまでのつなぎぐらいの感覚でですね、使ってみていただければと思いますので、結構ね、G100 これつけるとね、もう画期的にというかですね、もう、なんて言ったらいいんだろう。もう、なんと説明すればいいか分からないですけども、本当にスチルをね、EVF で、本当に写真撮影で撮るにはね、本当にね、バッチリ、合いますので、ぜひぜひね、皆さんもね、やってみていただければと思います。で、もしかしたらですけど、G100 じゃなくても、アイカップが浅いんだよな。でも、うちのカメラ、あんまり有名なカメラじゃないから、アイカップ交換とかできないんだよな、とかっていう方いらっしゃったら、一度試してみるといいかもです。これ以外にもね、直径がね、大きいもの、小さいものっていうのがね、ちょいちょいありましたよ。見に行った時に。なので、実際に行って、ちょっとハマるかなって、ギュッとはめるとね、ちょっとね、商品なんでね、曲がっちゃうかもしれないんで、ハマるかどうか、大体の直径っていうのを見てもらってですね、見て、これでこうガポッとはめるとですね、もしかしたら他のカメラでも使えるかもしれませんので、ぜひぜひ、こんな感じ、この、スポンジカバーですね。はい、スポンジカバー。ぜひ、ホームセンターさんに行ってみたり、あとはですね、ヨドバシカメラさんのリンク貼っときますんで、ヨドバシカメラさんとかでも購入できますので、ぜひ、ゲットしてみていただければと思います。ということで、本日の新誠チャンネル、こんな感じで終了となります。ちょっとですね、かなりおすすめしたい
ものになりますけれども、こんなね、こんなね、手作り感満載のね、ガジェットをですね、使いやすくするですね、グッズなんかもですね、いろいろ紹介していきたいと思いますので、もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録ボタンを押していただければ非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、本日の新誠チャンネルこちらの方で終了となります。また別の動画でお会いしましょう。それでは。